佐京道子は日本の女優、歌手である。日活に入社し、1956年7月に郷ーア子の名で映画に出演、翌8月に佐京道子に解消。これを公式には映画デビューとする。新東宝に移籍、グラマー女優として活躍するが、同社倒産後の1961年に表記を解消、テレビ映画を中心に出演する。1963年には、 黎明期の独立系成人映画に出演し始め、1970年には実演に転じ、1973年には引退した。本名は、ゴー綾子。週刊内外実は8月3日、郷拍病の佐京美智子。週刊実は読み物2月4日、ゴ記事の佐京美智子。1937年1月7日、日活に入社し、郷綾子の名で、 1956年7月12日に公開された鈴木聖太郎の監督作、悪魔の街に京子役で出演したのが最も早い時期の出演記録である。翌月の同年8月28日に公開された小杉勇の監督、主演作、暁の逃亡でのに役出演をもって、佐京道子に解消、現役当時のプロフィールや日本映画俳優全集、 女優編等では、これを公式の映画デビューとしていた。満19歳であった。翌1957年には一学年下にあたる、筑波久子がデビューしており、入れ替わるように、新東宝に移籍した。同社では、新東宝の初代社長であったスケセ・三郎が、設立した、日米映画が、日本テレビ放送網と提携して、制作した、中編映画、殺人と拳銃や、 野獣軍、強奪された拳銃に、重要な役で出演し、脱衣室の殺人では主演した。東方系列の東京映画制作の映画にも、借り出され、1959年1月15日に、公開された、グラマ島の誘惑に出演している。空手二段の段位を持つといい、同年6月6日に公開された、暴力娘では、主役の万里正代の特技である柔道を相手に、 格闘対決を演じた。テレビ映画にも出演を始めており、フジテレビジョンのミステリー午後十時という一話完結シリーズのうち、1960年1月10日に放映された第9回、美しき仮面では、大空真由美と共に出演し、主演している。同年末、新東宝の社長であった大倉三月が、退陣、1961年1月21日に公開された、 オムニバス、恋愛ズバリ講座の第1話、臨職に出演したのを最後に、佐京道子と解消した。同年1月7日放映の、東芝土曜劇場第93回、ダメなのよごめん遊ばせでは、すでに新表記でクレジットされている。新東宝は、同年8月31日に事実上倒産した。倒産後の佐京は、佐京道子とトロピカルリズムウェアーズを結成、東京、 有楽町の日劇ミュージックホールや銀座のクラブに生、出演する歌手としての実演活動や、東映テレビプロダクションが制作する特別機動捜査隊、ジュニア公安36号といった連続テレビ映画に女優としてゲスト出演する等の活動を行っていた。テレビ映画への出演は1962年、一杯で終わりにし、満26歳になる。 翌1963年1月に公開された、不定母子の主演に起用され、黎明期の成人映画の世界に踏み出した。同作は、黒沢明のプロデューサーであった、元木宗次郎が、高木武夫の名で監督した作品であり、いわゆる、ピンク映画第1号と呼ばれる、肉体の史上が公開された前年1962年2月27日から1年未満であり、 元木が手掛けた最初の成人映画であり監督デビュー作である肉体自由貿易が公開された1962年11月からはわずか2ヶ月後元木にとっても3作目の監督作であった日本映画発達史の田中淳一郎は同社の中で黎明期の成人映画界の主な出演者として大木町京子、立花の稽古、城山道子、内田隆子、香取玉木 新高恵子、松井康子、西明美、朝日陽子、香取梢、花村明子、森美佐、湯川美佐、三岡さなえ、道、か奈子、有川二郎、里見浩二川治、河辺治、佐伯秀夫の名を挙げているが、佐教の名は挙げられていない。しかしながら佐教は、同様に、黎明期の主な脚本家、監督として挙げた人物のうち、宮口恵監督の、 挑まれた女、浅野達夫監督の、濡れた、貧乏、藤田純一監督の、演説四つ屋階談、渡辺真。1967年12月19日に、公開された、穴を最後に、劇団を結成して、全国巡業の実演活動を開始する。1970年には、内田孝子、道かな子に続いて、ロイヤルレコードと契約し、シングル及びアルバムを発表した。 日活がロマンポルノを開始した1970年11月、それに引き続いて同年12月1日に日活が制作、配給して公開された白川和子主演作、恋ぐるいに竜夫人役で登場している。その後、日活のバラのため行き、独立系のスキャンダル夫人に出演した以降は、劇場用映画、テレビ映画共に出演歴が見当たらず、引退した。 三36歳であった。以降の消息は知られておらず、存命であれば2014年には七77歳である。2009年3月14日同年5月15日にラピュタ・サガヤで行われた60年代幻の観能女優たちの特集上映で禁じられた乳房が1 6ト、mm、ルフィルム版上映用プリントで上映された。二千十二年九月二日同三日。 神戸映画資料館で行われた時代を作った活動屋たちと発掘フィルム特集上映でも同作が小川自身の所蔵する 16mm フィルム版で上映されている。続枠得意上位編は米国で上映用プリントが発掘され2008年7月29日にシナプスフィルムズがマダム王の台で DVD 発売した。クレジットはすべて出演である。 東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵を現存状況についても記す。特筆以外はすべて左京道子名義である。日本音楽著作権協会の作品データベース検索結果を参考にした一覧である。国立国会図書館蔵書等に見る書士である。ありがとうございます。